鈴木のりは、日本の作曲家、詩人、合唱指揮者、宮城県生まれ。1953年宮城県七ヶ浜町を生まれ、後に、塩釜市に転居、小学校より、仙台市に住む、東北学院中学校、高等学校を経て、東北学院大学法律学科卒業。高校3年の時に、応文社主催の第15回全国学芸コンクール、 音楽部門高校生の部で、合唱曲心で、第一席。大学1年、全国学芸コンクール、第16回音楽部門、社会人の部で、大学4年、第18回音楽部門、社会人の部で、それぞれ、第一席。その時の審査員の段育馬の紹介で、大位法を、土井康氏に指示、段にはその後長年にわたり大きな示唆を受けることになる。 エピソード1音楽大学に編入を考えていた鈴木にダンはこう言ったという。君は若いのだから、音大という狭い視野ではなく広く、世の中を見て勉強しなさい。それでも音楽がやりたかったら、それからでも遅いということはない。学生時代は子供の頃より始めたバイオリンで仙台思考教学団、仙台ユースシンフォニーオーケストラのコンサートマスターを歴任。また、 仙台の高校生を中心とした有言とコーラスを結成ししき、その他、東北放送において劇版の作曲、CM ソング、新体操の音楽を多数手掛ける。1977年、埼玉県与野市に転居。同時に、東京音楽大学作曲家研究家にて、当時の学長、伊福部明の下で、作曲技法、音楽美学、 管元楽法などを学ぶ。エピソードに子供の頃より死縮していた、伊福部の門を叩き、死のもとでの勉強の許可を得、作曲家研究家長校生として在籍が認められる。一般の大学から作曲家研究会の編入は、例がないことだった。式を山田和夫に指示、以降10年、横浜根ギ氏の自宅へ通う。東京音楽大学では、管元楽法を、池のせい、 ゼミでは、松村定蔵に指示。以降作曲活動を本格的に開始し、宮沢賢治の詩への譜曲をはじめ自身によるテキスト中心に多数の曲を作曲、出版楽譜も多数。指揮者として、東京シティフィル、二機会合唱団、日本合唱協会などを指揮。合唱指揮者として、自作を中心に指揮。その他にも講演、コンクール審査員。 合唱講座の講師などを務める。1978年、校歌の編曲を、主とした、青年作曲家評議会を立ち上げ、93年に、閉じるまでに、約500曲の効果などを編曲する。与野市音楽連盟副会長、埼玉県文化混和会委員、ふるさと振興財団理事を歴任。社日本作曲協会委員、県立近代美術館ともの会理事を全て辞任し、 2007年より、鳩山町、鳩山層に独居する。90年、オーケストラと合唱のためのカンタータ、埼玉幸チリイコール市、宮沢昭治イコール91年、新潟冬の国体入場行進曲とファンファーレ93年、四国夏の国体、高松市、鳴門市開催の入場行進曲、94年、埼玉芸術劇場オープニング記念作品、 シンフォニア2005年、福井県国民文化祭、福井、高浜、同様の祭典プロデューサー。2006年より、音楽微笑み基金を設立、CD、日本の心の歌を制作、全国各地の老人介護施設や病院などへの寄贈活動を行う。2007年、チェコ、日本神前演奏会において、半若心行など、合同演奏を指揮。2009年、 日本、ウィーン交流年にあたり、ウィーン楽友協会大ホール、黄金の間にて、ジャパンコーラスで音楽監督、また、シュテファン大聖堂において、自作のアベニューマリア他を指揮。2011年、東北大震災に際して、音楽微笑み基金より寄付を呼びかけ、図書券、お米券などの金券、寄付など、1.654904円を、 現地の関係者に直接届ける。2011年、ウィーン・シェインブルン宮殿、オランジェリの間及びオペラ座で合唱の最低インウィーンの音楽監督。200人の合同で、ふるさとなどを指揮。2012年、ニューヨーク9.11追悼コンサートに日本より参加。合唱曲、般若心業などを指揮。2013年、感激コンサート。 鈴木のリオと仲間たちハマリ Q ホールにて、2014年、ローマバチカンにて、ローマ教皇に越見、3つの聖母マリア参加を検定。日本より参加した約70名のスペシャルコーラスが、サンタニエーゼイナゴーネ教会にて、演奏会を開催。そのコンサートをきっかけに、バチカン音楽関係者よりの依頼で、急遽、サンピエトロ大臣院のメイン祭壇での聖歌隊として、ミサに参加する。 自作の日本語、ラテン語の宗教曲を演奏。2016年、ハンガリー・ブラペストにて、合唱の祭典員ハンガリーの音楽監督。さらにウィーン・ステファン大聖堂にて、マザー・テレサ愛の言葉などを指揮。2019年、ステファン大聖堂主催、公式放納演奏会において、レクイエムの世界初演が行われる。還元落月、アベニュー・マリア。 マザー・テレサ愛の言葉も演奏される。2020年、第51回、埼玉文学賞、主部門準賞受賞。効果その他、作品集、その他の編曲イコールピース版、サニーサイドミュージック。ありがとうございます。